アジガウラアジガ海水浴場の位置アジガウ海水浴場を茨城県アジガウ海岸日立中市で行われている用品アジガウ海水浴場は茨城県日立中市アジガウ町にある海水浴場南北 1.5km にわたる砂浜からなる海水浴場で茨城県では 10km 南の大洗い海水浴場に次ぐ規模の海水浴客が来場する 目立ったリゾート施設や大きなホテルはないが、国営日立海浜公園、大洗水族館、中港漁港市場がすべて自動車で30分以内で行ける距離にある。また小さな民宿や旅館は充実しており、東京からの手頃な距離や価格の安さもあって、大学生の合宿によく利用されている。海水浴シーズン以外は人気が少なく、全体的に海岸沿いは、 寂れた雰囲気である。民宿、旅館が集中する海岸の南側の坂を登ったところには、酒列磯前神社が鎮座する。かつてから風光明媚な砂浜は、東洋のナポリと呼ばれていたが、日立中港建設の影響で、海岸が浸食傾向となり、砂浜部分が狭くなっている。日立中港建設以降、沖に築かれた堤防が高を襲し、 2011年3月11日の東日本大震災に発生した津波が海岸に押し寄せなかった。大正期前は今の味ジ浦海水浴場のある砂浜地帯はごく小規模の生園や漁業が営まれているすぎなかった。1925年に地元の青年リーダーであった黒沢中治がこの砂浜を海水浴場として開発することを構想し、 沿線開発を目論む港鉄道と販路の拡大を狙うローカル市の上層新聞の協力を得て、前浜テント村という名前で海水浴場を開設する。1927年にテントがバラックの脱衣所に変わり、前浜テント村では名前がおかしいということで、これを機にクロサート港鉄道は海水浴場の名前を新しく味が浦に変更する。 1928年には、磯崎駅が終点だった港鉄道を延伸させて、味ヶ浦駅が開業し、上層新聞の宣伝効果もあってた叩く間に、大洗に次いで茨城県を代表する海水浴場となる。味ヶ浦は、もとは南の平磯の岩礁や海岸を指すもので、県南の霞ヶ浦との語呂が良いという理由で採用されたものである。以前はこの地域は、 前浜という名前であったが、海水浴場が成功したことで、味ヶ浦と呼ばれるようになり、1957年には、正式にあざなを、前浜から味ヶ浦町に変更している。味ヶ浦海水浴場の南端には、開発の功労者である、黒沢中治の随宝賞受賞を記念して銅像が1975年に建てられている。ありがとうございます。